ちょっといや明日まで待てなかった。皆さん大丈夫、生きてる？いやなんか私とか途中でこれタダで見てていいんかみたいなさ、いやーよかった、楽しかった、本当になんかさもうもったいなかった、なんて贅沢な時間なんだろうと思って、もういきなり最初びっくりしたけどね、寝そべるってそこまで寝そべるのかいみたいな感じでしたけど、いやーよかったな、もう面白いしさ、なんかあれ延々なんかずっと24時間ぐらいやってほしいね。払います、払います、ちゃんと払います。ああいや、なんかもうツッコミどころとかいっぱいあったし、ちょっとね今言えないんですけど、実は明日っていうか、日本時間の5月の8日土曜日の日本時間では夜10時ですね、また臨時増刊号の、生配信をさせていただきます。いやいや、それでねちょっとねスペシャルゲストがね、いや、やっぱ夢は叶うもんですね、思いは叶うもんですね、行動してみるもんですね、ちょっとそれもね、もうちょっと、ドキドキ、何言ってるか全然わかんないと思いますけど、とにかく、もうスペシャルゲストも来てくださるということなので、いや、本当こんなね、連投が続いているのに、よくそのお疲れもないところをね、来てくださるっていうことになりまして、ちらっとよ、ちらっとですけどね、いやーってなことで、もうちょっと今全部言ってしまったらあれなので、ちょっと明日に置いときますけど、みんな溜まってるでしょ、今言いたいこといっぱいあるでしょ、どうぞ5月の8日土曜日のまゆともチャンネルの生配信に来てください。この風くんのチャンネルみたいに生配信みたいにうわーってコメント流れないから、そこまでいかないから、うまいこと拾っていけたらなと思うので、皆さんのお声をやっぱりね、喜怒哀楽、すべての感情ね、ネガティブなだけじゃなくて、嬉しいことも、この興奮も、溜めてたら体に悪いからね、出しましょう。ということで、そういう場所として生配信、やらせていただきますので、じゃあ今日は皆さん寝られないかもしれないけど、日本の方は、なるべく寝て、まあね、もう寝なくてもいいわ、幸せな時は寝なくてもいいんです。とりあえず、5月の8日、明日の夜10時までは起きててね。よかったらいらしてください。それじゃね、よかったね、本当になんかもうこんな人がこんなことをやってくれる、この時代に生きれてみんなとシェアできる幸せを本当に今かみしめています。神様ありがとう。それではカジェ君ありがとう、皆さんありがとう、神様ありがとう、じゃあねー。